子供にスポーツやらせれるとしたら何がいいと思いますか？だって。まあ、稼げるスポーツをやらせたらいいと思います、僕は。とにかく、収入が、トップまで行って収入がすごく高くなるスポーツか、トップまで行かなくても、たくさんの人数が飯食えるっていうスポーツか、そのどっちかですね、もしスポーツやらせるとしたら。だから、日本でだったら、美味しいなって思うのは、陸上の長距離と、あとラグビー。うん。このあたりはすごく、いいなと思いますね。給料をもらってプレーできる人数もまあまあ多いし、で、いい企業のチームに入れるようなところまで行けば、うん、まあまあ、収入も高いし、なかなかいいなと思いますね。今だったら、ちっちゃい子、赤ちゃんみたいな頃からやらせるんだったら卓球もいいと思いますね。意外と給料も高いし、うん、国際的には賞金もすごく高くなってきてるし、これから先、会場もそんなにお金かかんないし、設備投資もそんなにいらないのに、台とか球も安いのに、意外と世界で見てる人が多いっていうのと、あとやっぱり中国がベースにあるから、中国の一大企業がスポンサードしてることが多いから、まあ、国威発揚のためにも国際大会にたくさん中国のスポンサーがついてるんで、メジャーな国はヨーロッパの数カ国とアジアの数カ国ぐらいなんだけど、うん、まあアメリカもちょっとはやってるけど、でも本当にそんなにすごい盛り上がってる国が多いわけでもないのに、賞金がめちゃくちゃ高かったりするんで、卓球は俺はおすすめだと思います。卓球、ラグビー、陸上、長距離は、まあ数の面でご飯、まあまあ食べやすくなるんじゃないかな、今後って思うスポーツだし、まあ日本でだったら、ぶっちゃけ野球は人口多いけど、給料もらってプレーできる率はまあまあ高いと思いますね。大学ぐらいまでって実業団ってなったら、まあまあなチームの数があるんで、就職できて野球できるっていう数は高いけど、でもプロになって大成功するって数はもう毎年ほら、1軍の選手が20人、ちょっと25人とかだっけ？かける12あるから、まあ言ったら野球やってる全員の中で300人ぐらいはそこそこいい給料をもらえるってことでしょ？日本のトップ300人に入りゃいいって考えれば、まあ、人口は多いけど、まあ、ゼロじゃないなと思いますけど、でもすごくレベルが高いんで、うん、その食える人数の多さに比例して、すごくプレーのレベルも高いし、あとフィジカルエリートが集まってる職種だから、まあまあ苦労することは苦労するだろうなと思いますね。あとおすすめのスポーツなんだろうな。まあでもそんぐらいかな。うん、経済的にも意外と良くてみたいなことを考えるとそんぐらいになってくるかな。サッカーもすごいと思いますね。子供だったらサッカー、赤ちゃんの頃からもずっとボール触らしといて、であのポールとかいっぱい立てて、ここをドリブルして一回もポールに当たらないでゴールしたらお小遣いあげるよとか、お持ちあげるよとかつって、すんげえ速くなってったら、もう赤ちゃんの頃とかからもずっと能力伸び続けてメッシみたいになる可能性もゼロじゃないし、サッカーもすごい飯食える率高いし、そんなにスーパートップ選手じゃなくても、やっぱりサッカーで選手をトレードして、レンタルしたりとかして、あとチームに入れると日本のメディアが報じるってことで、やっぱり大きい給料もらいやすい、いいビジネスモデルが出来上がってるから、世界的に素晴らしいビジネスモデルだから、サッカーのビジネスは。一番発達してんじゃないかな、世界で。だからあそこのビジネスモデルに入っていくのは本当にたくさん人数飯食えるっていうとサッカーは結構いいかもしれないね。で今サッカーチームの監督やってますけど、そんなに言うても社会人リーグとかでも言うてもそんなにフィジカルのレベル高くないんで、サッカーはみんなうまいけど、うん、あとスタミナはあるけどスピードとかパワーに関しては結構弱かったりする子が多いから、うん、だからそうね、狙い目だと思いますよ。はい。